I'm Daisy Von Firth, co-designer of X-Girl. Come check out the X-Girl store in New York. This spring, we're doing international beatnik style. Let's hear it for the New World Order. See you there. デイジー・フォン・ファースの言う X ガールとは一体何なのだろうか。 Well, first of all, we keep things as inexpensive as possible, and we really like a simple, fresh, clean look. And our t-shirts are, they're kind of, they usually say X girl right across the front. 彼女がデザインする X ガールは今まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、この5月ニューヨークにショップをオープン。その店内には X ガールのグラフィカルなロゴがあふれている。ブライトカラーの T シャツを中心に、ジーンズのスカートやパンツなど、若い女の子のためのごくシンプルなカジュアルウェア、それが X ガールの基本ラインだ。 I was working at X Large in New York, and got to be really good friends with Eric Bonners, one of the owners of X Large, and we were always talking about a girls line, andHe said, you and Kim should do it. Kim's one of my best friends, Kim Gordon. And the rest is history. そう、彼女の言うキムとは、ソニックユースの女性ベーシスト、あのキム・ゴードンのことである。アンダーグラウンドなものが、アンダーグラウンド的なスタンスを失わないまま、ポピュラリティへのポジティブな方向性を持つと、それはオルタナティブと呼ばれる。オルタナティブな生き方の体現者。90年代初め、グランジブームのキーパーソンであり、90年代後半、再び X ガールで新たなムーブメントを起こそうとしているニューヨークオルタナティブシーンの女王的存在なのである。You know, we have associations with certain periods, you know, like with this line is sort of very, so sort of 60s, but we didn't want it to look retro at all. You know, like in the movie Godard, you know, like that kind of almost generic 60s looking clothes that are sort of just sort of flattering to the body, but they don't, they let the person...この X ガールが日本にも上陸。昨年10月下旬の深夜、川崎にあるクラブチッタのバックステージは、キム・ゴードンをはじめ大勢のミュージシャンや関係者の熱気であふれ返っていた。ビースティーボーイズのマイク・Dの姿もあり、ただならぬ雰囲気。時計の針が真夜中の12時を回った頃、ショーの幕が切って落とされた。ステージに登場するモデルは、キム・ゴードンが自ら東京のストリートでキャスティングした20歳前後の素人の女の子たち。彼女らに混ざって東京のオルタナティブシーンをリードするボアダムズの吉見なども登場して客席を沸かせる。東京ガールたちが X ガールの一番新しいウェアを着て次々にステージに登場した今回のショーは、まさに新しいムーブメントが立ち上がろうとする時の期待と予感にあふれたものとなった。I think that there's just a, girls are really starved for certain kinds of cheap clothes, you know, that are, that look good, you put them on, they're simple, and, I don't know, I think that there's a lot of, you know, new designers, and, you know, not real designers, but, you know, like, Daisy meeting people who are just sort of doing it, and, you know, things popping up that... I think it's the word that implies more to X-Girls, do it yourself.Which is empowering. That's this real punk turning. Don't wait. You know, don't wait for somebody to hire you. Just get up and get the gumption and do it yourself. Whether that's a band or clothing companies. It's very empowering. Can I come over? You know I'm your man. Yeah!
ヨークオルタナティブシーンのガールズパワーを象徴するのが X ガールだとすれば、我が日本ではポップミュージックの世界で女の子パワーが吹き荒れている。その一つがこのフラメンコアゴーゴー。演奏はゆるゆる、歌詞はインチキ臭い英語、まるでメジャーのノリを嘲笑うかのようなクールさとチープさが心情の新しい女の子バンドだ。ステージで絶叫する彼女は X ガールの日本デビューコレクションにも出演したボアダムズのヨシミ。パワフルなドラマーでもあり、バンドの雰囲気を高めるムードメーカーでもある。キム・ゴードンをはじめニューヨークオルタナティブシーンのミュージシャンたちとの親交も深い。オルタナティブがポジティブで軽やかな身のこなしを体得したアンダーグラウンド出身のミュージシャンを指す言葉と定義すれば、彼女こそまさにその日本代表といえる。ただ3人の女の子がフラフラとステージに登場し、まともに演奏するでもなく歌うでもなく、その時々の感情の赴くままにパフォーマンスを行い、何食わぬ顔で終わりと宣言する、それがスーパーボールだ。コンセプチュアルなパフォーマンスとは別に、3人の女の子が醸し出す不思議な存在感、それは思春期の女の子が無意識のうちに発散させるオーラのようなものかもしれない。インディーレーベルからデビューアルバム「アライブ」をリリースし、わずか3ヶ月で解散してしまったラブタンバリン。解散後ソロアーティストとして活動を続けるエリのボーカルからは、ソウルの王道を行く音楽性とは別に、ごく普通の女の子たちの感情の揺れや体温、息遣いといった日常生活の匂いが伝わってくる。女の子の一般的な、すごく女の子の代表、普通の女の子の代表っていう感じぐらいだと思うんですけど。日本のガールズポップシーンで今一番注目されているのが彼女、カヒミ・カリーだ。セルジュ・ゲンズブールやフランスワーズ・アルディの歌声に影響を受け、まさに日本のフレンチロリータの先駆けであり完成形でもあると評されている。ささやくような歌声で女の子の最大公約数的な魅力を発散し、90年代のインディーズシーンに天使のごとく登場した。彼女の歌声はメディアの枠や国境さえも軽々と飛び越えた。津村浩介のパリコレクション、そのランウェイにも彼女の歌声が響き渡ったのである。私自身がそれまでほとんどライブをやったことなくて、でほとんど初めてのライブがパリっていう感じだったんですけど、私が主役っていう感じでもなく、でもこう静かに音楽も聴いてもらえてるっていうか、とそのファッションショー自体にもすごく興味があったんで、すごく楽しかったし、結構一生懸命こうスタッフの人とかモデルの人とかがこう一体になって作ってる感じっていう感じがしたんですよ。ずっとリハーサル見てたりとか、そういうのをこうずっとこそこそずっとこう観察しているのとかも面白かったし、あとフランス人の前でフランス語とか歌を歌うこともちょっと不安もあったんです。でもかえってこう全然緊張しなかったっていうか、なんかすごく本当に楽しかったなっていう感じで。歌声のみならず存在感そのものが普通の女の子の生活感覚を凝縮してイメージさせる彼女は、またご飯を作ることも歌うことも同じレベルで大切だという。一般的に女の子らしい、女の子の趣味って言われてるような感じのものが私はすごく好きで、でも、私多分男だとしても好きだったと思うんで、あ、それ女の子でノーマルに見えるから良かったのかな。誰もが見逃してしまうようなささやかなことや、普通に生活することの気持ちよさ、それが一番大切なこと、そう語る彼女は、またニューヨークの X ガールの大ファンであり、以前から愛用しているという。
X ガールのコンセプトに共感できるという彼女は、私は服とかだとユニフォーム、いろんなスポーツとか学校とかですね、そういうものをこうユニフォームをアレンジしたような服とかがすごく好きなんですけど、エクストラガール作ってる人たちもそうだっていうのを聞いて、でこういうのがあったらいいのになってないんだろうって思ってたものがまさにもうエクスガールになったって感じだった。なんかそういうないからやろうとか、なんかそういう感が受け入れられるとかいうことじゃなくて、自分でやりたいことなんか面白いから やっちゃおうっていう潔さとか、なんかこう軽さっていうか、なんかそういうところも私はすごく似てるなって思って、さりげなくおしゃれで可愛らしくて気持ちのいいものをこよなく愛する彼女、それは決して声高に何かを主張したりせず、時代を超えていつまでも愛される価値のあるものだとカヒミカリーは知っているのだ。